こんばんは。星薬科大学の福澤です。本日はですね、フラグメント分子軌道法に基づく創薬分子設計の現状と課題ということで、お話しさせていただきます。先週からですね、おそらく分子シミュレーションの講義が何回か続くと思うんですけれども、先週の、平野先生のお話は量子化学計算について、基礎的なところから説明してくださったと思います。私の話もですね、同じように量子化学計算なんですけれども、その中の一つの禁似法であるフラグメント分子軌道という軌道法というですね、方法を用いて創薬分子設計について現状どこまで進んでいるか、そして課題がどういうところであるのかというのを解説させていただきたいと思います。で、本日解説説明するのはですね、ターゲットは創薬なんですけれども、私たちの研究グループではですね、量子化学計算という方法でですね、次世代の計算構造生物学あるいは計算生命科学、そういったものをやっていこうということで、いろんなことを研究を続けております。例えばですね、いくつかあるんですけれども、順番に説明しますと、例えばウイルス感染症に関するメカニズム的なところから、薬やワクチンの開発まで、そういったところを考えてみたりですね、あと本日のテーマである創薬ですね、創薬分子設計に対して、例えばそのターゲットのタンパク質と化学物質の相互作用を解析してみたり、あるいは量子化学計算ですので酵素反応のメカニズムを解明してみたり、そういったところも量子化学計算であれば範疇に入ってくるということです。あとはですね、現在の分子計算、分子シミュレーションでは、X 線の結晶構造解析に基づいているというのが非常に重要なんですけれども、そういったところの構造の精密化であったり、そういったところも量子化学計算でできるのではないかということでやってるんですけれども、先週の平野先生の講義でもあったようにですね、とにかく量子化学計算というのは非常に計算コストが高くて非常に時間がかかります。膨大な計算をしますので、こういったことを実現するためには計算機あるいはソフトウェアの整備が重要です。で、私たちはその FMO 計算という方法で、これを実現しようとしているんですけれども、それだけでなくて、Kコンピューターに代表されるようなスーパーコンピューターであったり、計算プログラム、量子化学計算プログラムそのものであったり、可視化解析するプログラム、そういったものを全て統合して研究開発しているということです。で、少し基礎的なところをですね、ご説明したいんですけれども、非常にざっくりとですね、分子計算をやるときには大体2つ大きく分けたアプローチがありまして、先週と今日はですね、実は量子力学に基づく下の方なんですけれども、来週以降はおそらく古典力学に基づくような方法もだんだん入ってくると思います。で、2つあってですね、主にその古典力学、分子力学と言われているモレキュラルメカニクス、これは分子でいうところのですね、こうやって合体球とバネの運動みたいなものを表現していると。で、経験的パラメータに基づく方法で、基礎方程式としては、ニュートンの運動方程式に基づくということで、こういうその玉と、バネでですね、分子を表現するという方法です。これは非常に歴史もあってですね、さまざまなその分子シミュレーションで、こういった方法が使われているということがあります。で、一方でですね、私たちがやるとしているのは、量子力学、クアンタムメカニクスに基づいた方法で、これ何かというと、量子論に基づいて、原子分子の電子状態を得ることができるということで、方程式としてはシュレディガーの波動方程式があるんですけれども、こんな感じで、例えば同じような分子でも、上がそのスティックとバネだったんですけれども、こちらはその電子の分布といったようなものから非常に精密な計算ができるということで、上がですね、経験的分子力波法と大体言われてまして、こっちが非経験的な分子軌道法というような言われ方をします。で、こういった方法を使って一体何をやりたいかというところなんですけれども、私たちの興味はですね、生体高分子の精密な計算というところでですね、それぞれどういう特徴があるかというのをちょっと説明します。例えばその古典的な方法ではですね、非常に計算コストが安くて、スピードが速いということと、あとはそのパラメーターになので
新たに取り組まない効果が入るというメリットがある一方でですね、制度がどうしてもパラメーターに依存してしまうとか、まあ、電荷も固定したようなものが多いとかですね、あとは、まあ、バネでつながった集合体というような異常の議論がなかなか難しいと、まあ、それをできるようなものも開発されているんですけど非常に難しいということで、ターゲットとしてはですね、まあ、安定構造の予測であったり動的な挙動解析そういったものによく使われています。で一方でですね、量子化計算はまあどういうことかというと非常にデメリットの部分がですね、先週から説明してされているように、まあ、計算量が非常に膨大で一番安いハートリフォックでも、まあ、K の4乗に比例するような非常に大きなコストがかかると。ただ一方で先ほど電子の挙動という話をしましたけど非常に精度がいい計算ができるので、まあ、例えばその分子間力というものを考えた時にもですね、非常に精度をよく評価できるというメリットがあります。あとはですね、電子の動きを見てますので、結合の化学反応に代表されるのでですね、結合が生成したり解裂するようなこと、あるいは光の冷気とかですね、電子移動とかそういった、まあ、電子の挙動を扱えるということでですね、反応であったり、まあ、光あるいはその分子認識、まあ、そういったところで非常に重要な問題を扱うことができるという特徴があります。で生体高分子の相互作用、今日はそこがまあメインなんですけれども、まあ、特徴としてはですね、ちょっと上に行っちゃうんですけれども、非常に強い相互作用としてイオン結合あるいは水素結合のようなものがあるのと同時にですね、弱い相互作用として、まあ、ファンデアワールス力、特にまあ CH パイとかパイパイに代表されるような非常に弱い電子の動きが大事なような相互作用というのが非常にたくさんありまして、こういったことを精密にやるために私たちは量子力学を使っているということです。まあ、ただ非常にお互い特徴がありますので、例えばですね、力場の計算だったらですね、まあ、今はマイクロ秒あるいはミリ秒の分子動力学計算も可能で非常に動的な挙動をまあ扱うことができるというのに対してですね、こちらはですね、まあ、どんなに頑張ってもまあピコ秒ぐらいしかできないということで、まあ、少なくとも10の6乗ぐらいのですね、計算コストの差がありますので、まあ、この両方をですね、うまく組み合わせるということが非常に重要かと思います。はい、それでまあこれはもうすでに4年前になってしまったんですけれども、最近 その分子シミュレーションとしてはですね、4年前にノーベル化学賞がですね、カープラス・レヴィット・ワッシュル3人の先生に授与されまして、まあ、ここではですね、複合系のマルチスケールモデルの開発ということでですね、今出てきた QM と MM なんですけれども、非常にコストが高い QM はまあ大事な部分に使ってですね、コストが安いですね、 MM をそれ以外の部分に使うという、これを組み合わせるハイブリッド法というのが結構ですね、世の中で使われてまして、まあ、これに対して、まあ、与えられたと思います。でこれはですね、まあ、QM と MM を組み合わせたということで QMMM 法と言われてまして、まあ、非常にこういった応用に期待されているというか、まあ、実際に使われているということです。まあ、こういうことでですね、非常にコストがかかる QM をいかに効率的に使うかっていうのが非常に大事なテーマになっているんですけれども、私たちが使っている方法、まあ、今日の説明は全部これなんですけれども、方法はですね、フラグメント分子軌道法という方法で、これは1999年にですね、まあ、北浦先生が提案した、まあ、日本初の方法で、フルの QM 方法です。つまり全て QM で扱うということです。ただいろんな研究者の先生たちがですね、まあ、工夫されているように、そのままでは失礼しました、そのまま全ての計算をですね、QM でやることはできないので工夫が入ります。その工夫が、まあ、近似でフラグメント近似なんですけれども、まあ、巨大な分子をですね、フラグメントに、まあ、分割しまして、その分割した部分のエネルギーを、まあ、集めることでですね、まあ、全体の高速な電子状態計算を実現するという方法です。でこれはですね、高速に、全体の電子状態が高精度に得られるというのと同時にですね、後で説明します相互作用の解析に適しているということで、まあ、今日のメインテーマである、創薬分子設計に非常に使いやすいという特徴があります。で、まあ、因子自己創薬における FMO 計算なんですけれども、ですね、ストラクチャーベーストのドラッグデザインですね、つまりそのターゲットのタンパク質の構造があって、そこに化合物をまあ結合させるというようなモデルですね、つまりタンパク質の電子状態計算が必要なんですけれども、まあ、そういったものに、ですね、量子化学計算を適用して、タンパク質化学物質の結合様式をまあ理解して結合性を予測するという使い方をします。で、まあ、FMO を使うことでですね、全体の電子状態計算が高速高精度にまあできるということと、あとはエネルギー指標によってですね、先ほど出てきた、まあ、イオン結合水素結合
CHΠΠΠ そういったものを高精度に予測するということで、まあ、あとはちょっといくつかありますけど、これを追ってご説明させていただきます。でちなみにここに書いてあるの FMO 本ってですね、もうすでに8年前かに本 CRC プレスから出したんですけれども、今これがですね若干古くなってますので、一応まあ来年ぐらいにまた別の FMO 本が出せればいいなということで今計画中ですので、また出ることになったら案内させていただきたいと思います。はい、ということで今日のメインである FMO 法について、それと相互作用解析について解説をしたいと思います。ちょっと最初にですね、大きなところから説明しますと、当然そのソフトウェアプログラムパッケージを使って、でそれを計算機で流して結果を得るんですけれども、実装系はですねソフトウェアいくつかあります。で、FMO の場合はですね主に3つありまして、1つはですね、北浦先生や、すいませんこれ今京都ですね、はい、産総研のフェデロス先生らがやられている、ゲームス FMO という、アメリカで開発されているゲームスというプログラムに FMO を入れたようなもの、これがかなり機能的にも先行的にやられてまして、結構ユーザーもいらっしゃいます。であとは長崎大の、石川先生がやられているパイクスという、これも、フリーのソフトがあります。で、実は3つ目が私たちのものでして、国立医研の中野先生や立教大学の望月先生らが、開発されているアブイント MP あるいはバイオステーションというもので、これが純国産のプログラムであります。で私たちはここの研究グループで、開発と応用計算をやっているということになります。でこのソフトウェアパッケージなんですけれども、実は2つありまして、 AVNITMP という FMO 計算専用のエンジンと、あとはバイオステーションビューアーというこれは Windows で主に動くものなんですけれども、専用の GUI プログラムがありまして、それを組み合わせることでですね、非常に複雑な生態系のQM 計算をですね分かりやすく使いやすくしているという特徴があります。で一応フリー版がですねダウンロードすることができまして、今すぐダウンロードできるのはこの東大生産研のダウンロードサイトにあるものです。あとはですね今、ポスト K のスパコンの研究課題の6でですね開発を継続中で近々新しいバージョンが出るというように計画中であります。で今日の話はこのアブインテンピートバイオステーションを使った話を説明させていただきます。でこれはなんかちょっと年表的なものなんですけれども、ですね1999年に北浦先生が理論を開発されてですね、アブイント MP で大体計算を始めたのが2000年ぐらいなんですけれども、そこからですね、さまざまなタンパク質であったり、DNA とかそういったものを実際にやってきて、その有用性を実証しながら開発を進めてきたというような、もうここ15年17年もう20年近いような開発の歴史みたいなものがあります。で実は私は最初にこの2000年ぐらいからですねやらせていただいているんですけれども、主に私の立場はですね、開発されたプログラム、もちろんプログラム開発にも一部参加させていただいているんですけれども、それを使ってですね実際の、創薬あるいは生態系のシミュレーションをやるという、そのユーザー側の立場でずっと研究開発にコミットしています。で計算レベルとかですね、あと説明しますけれども、いくつか の計算レベルがあったりですね、FMO の計算方法もいくつかありますと。で、構造、これは工夫的なところなんですけど、ありまして、でこの間にですね、さまざまな解析手法というものも開発されてきました。これも追ってご説明させていただきたいと思います。はい。でまずはその FMO とはというようなところの少し細かい説明をしたいと思うんですけれども、先ほど分子をフラグメントに分割することで、全体を計算しているという話をしたんですけど、イメージとしてはですね、こんな感じでですね例えばそのタンパク質を考えます。タンパク質は巨大な分子なんですけれども、それをフラグメントに分割します。例えばアミノ酸とかですね分割します。そうすると全体がピンクだとしてですね、分割されたパーツがこの丸だと思ってください。でそのフラグメントに i とか j とかっていう番号をつけます。で、この計算をするときにですね、どうするかという、例えばこの一つ目のこの j っていうフラグメントのモノマーですね、モノマーを解くときにはですね、周りのフラグメントからの、影響をですね、環境性でポテンシャルとして取り込むということをしまして、周りの存在を感じながら自分の電子状態を解くということを、全てのフラグメントに対してやります。で次にダイマー
フラグメントの組み合わせをフラグメントダイマーと言いますけれども、すべての組み合わせが作れるわけで、そのダイマーを計算するときもですね、同じ環境静電ポテンシャルを使って周りの環境を感じながらですね、ダイマーの電子状態を解くということをします。でそうするとですね、それで全体のエネルギーを出すときにはですね、ここはモノバーの部分のエネルギーを全フラグメントに対して出した部分ですね。でここが何かというと、ダイマーとモノバーの差です。ダイマーとモノバーの差になる部分を足していくと、でずっと多体に展開することがあるんですけど、それを3つ4つ5つとずっと足していけばですね、厳密に正解になるんですけれども、それを途中で打ち切ります。で、ですね、よく使っている2体の FMO 法、まあ、ただ FMO 法というときは2体なんですけれども、というのは何かというかというと、ここの 2体までで、まあ、打ち切ります。で、それで全体 の電子状態を表現するというようなことをやります。でただですね、周り の環境を感じながら解いてますので非常に精度が良くて、実はここで打ち切った場合もですね、まあ、ほぼ同じで演算量が少ない場合にはですね、 全エネルギーとして、タンパク質の全エネルギーとして数キロカロリーパーモル の誤差でですね、全体を表現できて、総誤差になるともっと1桁2桁小さいレベルで表現可能というところまで表現できることがもう分かっています。でここの標識なんですけど、ここの2つ目第2項で示したところがですね、先ほどご説明したようにダイマーとモノマーの差なんですけれども、それがつまりフラグメント間の相互作用エネルギーということになります。ダイマーとモノマーの差が相互作用エネルギーですので、これがですね、実は計算するときにもう使ってますので、計算結果と同時に全て出てきます。でこれがエネルギー値として、フラグメントとフラグメントの間の相互作用を解析するときに非常に役立つということです。はい、分子内あるいは分子間の相互作用を定量的に解析できるというのは非常に有用な量で、まあ、これを使うことでですね、FMO 計算では、まあ、電子的な挙動まで考慮した、相互作用解析が可能、それを創薬に使えるのではないかということでやってます。はい、でこのフラグメントにするのは分かりましたけれども、じゃあどうやってフラグメントに分割するんですかというのが、まあ、次に出てくる疑問だと思うんですけれども、ここはまあ一つの工夫をしています。で、ですね、普通分子クラスターであればもちろん途中に結合がないのでフラグメントの定義は簡単なんですけれども、特にタンパク質とかですね、は全部つながってるわけですね。ですのでフラグメントを分割するときには間に結合があります。共有結合があります。でその結合をどうやってうまく切るかということがそのまま計算精度に直結する問題なんですけれども、基本的にはですね、タンパク質の FMO 計算ではここに書いてあるようなやり方でやってます。ですね、まず切る場所なんですけれども、ここですね。で切られる結合が今ここなんですけれども、I フラグメントと、まあ、J フラグメントがありますと。で I フラグメントの端っこの炭素と、まあ、J フラグメントの端っこの炭素の間の単結合を切ります。でその時に、こちらが I 側 の炭素がですね、まあ、ボンドデタッチドアトムという名前がついてまして、もう一つの炭素がボンドアタッチドアトムという名前がついてます。どういうことかというとですね、これ切る時にここにあるこれ SP3 炭素のところを BDA にするというのが今使っている共通のやり方なんですけれども、ここの BDA 炭素の SP3 結合は正四面体の形をしているはずで、それがメタンの正四面体の、形をですね、まあ、使って、そこで、SP3 混成軌道を作りまして、その混成軌道の一つのこの結合に向いているものだけ相手のフラグメントに渡します。 J フラグメントに渡して、それ以外の3つは I フラグメントが持っているというようなことでやります。でその時には、極材化軌道を作っておいて、まあ、遮影演算子で、まあ、極材化するというようなことをやります。でそうするとですね、軌道ができるんですけど、その時にですね、電子は電子対になってペアになっているわけで、そのペアを切ってしまうと化学的におかしいなことになってしまいますので、電子はペアで与えます。その時にはこちらの J フラグメントの方にですね、電子対としてこっち の軌道を上げます。でこっちは残りの軌道を持っているわけで、そうすると、本来1個1個のはずの電子がこっち側に J 側に2個になってしまいますので、その時に電子を1個渡すので電荷がマイナス1になってしまったらおかしいので核電荷も分けます。で、フラグメント I に、すみません。
ですね、BDA ですね、ここの青いところの原子に、炭素 の、 あの核電荷6のうちの5を残して電子対を与えると同時に核電荷も1個形式電荷として相手の、J フラグメントに与えます。そうすることであの電子対を、まあ、ペアとしてやり取りしてあの全体の電荷のバランスも取っているというようなことをします。で、こういう処理をするので、ですね、SP3 炭素を探してそこであの切るというのが大事になっているんですけれども、まあ、タンパク質や DNA の場合はですね、まあ、お決まりのつながり方がありますので、あの自動的にですね、あのこの辺は処理できるようになっています。例えば、まあ、タンパク質ですと、まあ、ちょっと小さいかもしれないんですけれども、このようにですね、あの電子対が書いてあるのが先ほど言ったあの電子対を与えるやり取りするようなところです。で、この点線が切れるポイントで、点線の根元が、ボンドデタッチドアトムで、こっちがボンドアタッチドアトムということになります。こんな感じでですね、タンパク質の場合は、まあ、主鎖分割として、Cα と、CO のカルボニルの炭素の間であの切ります。でそれで、アミノ酸単位としてですね、フラグメントを扱うということで、先ほど言った相互作用解析もフラグメント単位ですのでアミノ酸単位の、相互作用解析ができるということになります。まあ、特殊なこの SS 結合の処理なんかはあの、マージするとかですね、そういうことをやります。であとですね、主鎖と側鎖を分けて考えたいときもありますので、その時はですね、側鎖をさらにここで切ると、Cα と Cβ の間で切るというような処理をしまして、これを自動的にやることであの計算を簡単にしています。で DNA に関してもですね、いくつかありまして、まあ、ヌクレオチド単位で、ここのところで切るパターンと、あとはあの塩基を別にしたいことが結構ありますので、ここの塩基の部分ちょっとあの点々の電子対が見えないんですけど、ここ点々あると思ってください。あのこういったところで、まあ、切るというやり方を、まあ、やってます。あとはですね、あの各種化合物、特にあの創薬系の場合はリガンド化合物が出てくるんですけども、それもですね SP3 炭素のところで分割するということもあの可能です。で一つだけちょっと注意しなきゃいけないポイントがありまして、まあ、お気づきの人もいるかもしれないんですけれども、アミノ酸の切れ目とフラグメントの切れ目がずれてしまうというちょっとあの注意しなければいけない問題があります。先ほどちょっとご紹介したようにですね、このフラグメントに関してはあの Cα のところとカルボニール炭素の間で切って Cα の SP3 の方が、ボンドデタッチドアトム BDA だということを説明しました。で実際のアミノ酸の切れ目っていうのはで CC 単結合で切れるんですけど、実際のアミノ酸の切れ目っていうのは、まあ、ご存知の通りですね、ここのペプチド結合のところで切れてるわけですね。このアミドの部分の、CN のところで、まあ、切れるというのが一般的なアミノ酸の切れ目でして、ここが一つずれてるというのが、注意点です。でどういう時に問題になってくるかというとですね、これよく上と下見比べていただくと何が違うかって、このカルボニルなんですね、カルボニル基の所属がの番号が、フラグメントとアミノ酸でずれることがありまして、で特にこの主鎖のですねカルボニルは結構あの相互作用してるんですね。ですのでその相互作用している時に一番ずれてるというのをちょっと注意しながら解析しないとあのミスアンダースタンディングになることがありますので、そこはご注意いただきたいと思います。でまあ、それがあの切り方のところ であとはちょっと式ですね、 FMO の、 あの式の方もちょっとご説明したいと思うんですけれども、先週広野先生がおそらくあのハートリフォックの方程式は話されたと思うんですけれども、あの標識的には非常に似てます。でこれがあのフラグメントのハートリフォックルタン方程式なんですけれども、こんな感じ ですね、方程式は非常に似てるんですけれども、ここのハミルトニアンの部分がですね、ちょっと違いまして、ここのフォックの中のハミルトニアですね、ここのところに、まあ、1電子多いんですけど、ここのところにですね、周囲のモノマーからの環境静電ポテンシャル、先ほどご説明したそのポテンシャルを扱う部分と、あとはこれですね、先ほどの遮延残子の話をしましたけれども、分子軌道をですねフラグメント化に極材させるための、まあ、演算子、ここの部分が入ってます。でそこの以外はですね、まあ、あの普通のハートリフォック方程式と、まあ、同じでですね、まあ、それをひたすら、まあ、解いていけばいいということになります。はい。で、FMO2 法を、まあ、メインで使っているという話をしましたけれども、その、分子の全エネルギーと、まあ、電子密度の標識は、まあ、そうするとこのようになってまして、フラグメントモノマーの部分は、まあ、電子
エネルギーと、まあ、核 の、 あのエネルギーなんですけれども、になっていると。でダイマーについても、まあ、同じですね。ダイマー の、 あの電子エネルギーと核間反発が入っているということで、まあ、解いておきまして、先ほどちょっと標識が違うんですけど、まあ、要するに、フラグメントのモノマーとダイマーをあの、重なりがないように足し合わせることで全体のエネルギーを構築しています。電子密度に関しても全く同じでですね、エネルギーだけじゃなくて、まあ、電子密度も同じようなことで表現することができます。で、こうやってあの高速化するんですけれども、それだけじゃまだ足りないですね。高速化のためには、もう一つというかいくつか近所しなければいけなくて、というのはあのタンパク質結構大きいので、あのなるべく効率的に計算したいというのがあるんですけども、ここで、環境性でポテンシャル近似がまず2つあります。で1つ目がですね、 ESP-AOC 近似といっているもので、まあ、マリケンの AO ポピュレーション近似というんですけど、ここは二電子積分についてですね、マリケン近似を入れています。でよくよく見るとここのところですね、4中心の積分がですね3中心になってます。ここのところでまず1つは高速化しているっていうのと、あともう1つですね、離れたフラグメントに対しては、ESP-PTC 近似ということで天然化の近似を入れてます。でこれはですね、ある一定の、上もそうですね、一定の距離以上のところにはこの3中心を入れて、こっちもですね、ある一定 の、 あの距離以上のフラグメントに対しては天然化 の、 あの同士の相互作用ということであの近似を入れてます。まあ、そうすることでですね、非常に離れたところはあのですね、荒くというかですね、あのどうせ電子のやり取りはないので天然化でもいいでしょうということで、まあ、禁止していくというようなことで、まあ、高速化しています。あとさらにはですね、ダイマー計算の高速化というのもありまして、これもですね、離れたダイマーについてはモノマー間の正弦相互作用だけを見ればいいでしょうということで禁止してまして、やはり離れたフラグメント同士は特に電子的なやり取りを、まあ、しないという前提でですね、やってます。でこれらの禁止を使うことでですね、演算量を劇的に減らすことができています。で今ちょっとですね、設定値を入れてなかったんですけれども、あのデフォルトではですね、AV10P では、この距離というのがですね、ファンデアワールス距離、あのフラグメント同士のファンデアワールス距離の、何倍以上になるとこの近似を入れるっていうやり方をしているんですけど、今は、ESP-AOC は全てのフラグメントペアについて入れてます。で ESP 天然化近似は、ファンデアワールス距離の2倍以上の離れたフラグメントに関しては、天然化近似を入れてます。でダイマー ES 近似に関しても同じで、ファンデアワールス距離のフラグメント間のファンデルバース距離の2倍以上離れているフラグメントに対しては近似を入れるということをしまして、演算量をまあほとんど3乗から2乗に減らすというようなことをまあ頑張ってやりまして、でさらにまあエネルギー勾配なんかも計算できるというようなことをやっています。ですので、FMO 計算をですね、ご自分でされる方はデフォルト値でこの辺の近似は入ってますけれども、まあこの値の意味ですね、はこういうところから来ているということです。で、まあ、こういった設定をしまして、実際に、まあ、FMO 計算を流すときの流れなんですけれども、まあ、分子をまず与えて、まあ、タンパク質だったらタンパク質を与えます。そうするとまずフラグメントに分割しますね。分割して、まあ、電子を先ほどの BDA と BAA の間で割り当てをしまして、でモノマーの初期電子密度を計算してですね、それで、まあ、与えられた電子密度を用いて周辺のモノマーからの環境静電ポテンシャルを感じながらですね、モノマーのエネルギーと電子密度を出します。でそれがですね、式値よりも小さいかどうか、一つ前のものと今計算したものの、差がですね、十分小さいかどうかっていうのを検討しながら、ぐるぐる回しながら周りをですね、最適化していきまして、最終的にセルフコンシステントなチャージが得られたということになりましたら、そこで収束してモノマーのエネルギーを出します。でダイマー計算の時にはですね、まあ、同じ環境性でポテンシャルを使ってですね、ダイマーのエネルギーと電子密度を計算すると。で2体の FMO までの時はここでおしまいで、それで全部最終的に集積して、まあ、全体のエネルギーと電子密度を得るというような流れで計算を行います。で、さらにですね、その多体展開を用いた、計算というのもありまして、あんまり詳しい式までは出さないんですけれども、今モノマー、ダイマーで打ち切ったところをですね、まあ、トリマーとかテトラーマーまでずっと展開するという FMO3、あるいは FMO4 とかっていうこともできるんですけれども、まあ、そういったことも実際問題できまして、まあ、例えば水が関与するようないわゆる3体の相互作用が大事であるような系、まあ、そういったところではまあ部分的に使うこともあります。あとはですね、この使い方としてはですね、FMO の場合は
どうやってフラグメント分割するかっていうのが精度に直結するんですけど、もちろんフラグメントが大きければ大きいほど精度はいいわけですね。ただ解析のしやすさを考えて、自分の解析のしやすい単位に切ることで、その単位間のエネルギーを出すことができるの で、ですね、非常に細かく分割したいときは、実はこの多体の FMO3 とか、あるいは FMO4 を使って全体を補正するっていうことが必要です。例えばリガンドを細かい官能器に分けたりとか、アミノ酸を側鎖まで分割するとか、そういったときには多体の効果が必要なんですけども、従来法としてはですね、リガンドを例えば化合物を一つのフラグメントに扱う、あるいはアミノ酸の残基単位に分割するような程度であればですね、FMO2 を使っても十分な判定量的な議論ができるというようなことです。はい。それであともう一つですね、ちょっと方法論のところで言っとかなきゃいけないのがですね、電子相関の方ですね。で、よく聞かれるんですけれども、FMO 計算、タンパク質の FMO 計算するときに、どれぐらいの計算レベルを使えばいいですかっていうのを聞かれることがあるんですね。というのはやはり量子化学計算は非常にコストが高いので、できれば安い計算で済ませたい。で、一番安い計算方法が、ハートリフォークだっていうのは分かっているわけで、ハートリフォークで足りるんですか、それとも電子相関入れなきゃいけないんですかっていうのを聞かれるんですけども、答えとしてはですね、私が持っている答えは電子相関使わないといけないです。電子相関の計算をした方がいいと思います。なぜかというとですね、生体分子ではですね、先ほどちょっとご紹介したようにですね、静電相互作用、水素結合のほかにですね、分散力に基づいた CHπ とか ππ が非常に重要だということが分かっています。しかしですね、ハートリフォックでは分散力を記述できないっていう、これは電子の間の相互作用ですので、記述できないということが分かっています。また一方でですね、一般的な密度反関数法では分散力の記述が不十分ということで、現在はですね、それを経験的に計算するようなハートリフォックプラス D とかですね、DFT プラス D というエンピリカルな分散力の記述というのも非常に流行ってますけれども、とにかくですね、分散力を入れてあげないとうまく表現できないということがあります。で、私たちが一番よく使っているのはですね、2次の、メーラプレセットの接続法で、MP2 という方法を使ってきちんとですね、電子相関を取り込むことで非常にうまくいっているというのが現在のところです。で、これはですね、望月先生が十何年前にですね、MP2 の高速なエンジンを開発されまして、でこれが実用化されたことで、タンパク質や DNA のような、生体高分子の電子相関の計算が可能になったということですね。で、式としては非常にざっくり書きましたけど、全体のエネルギーっていうのはハートリフォックエネルギープラス MP2 で出す電子相関エネルギーを足すことで、全体を表現しているというようなものです。はい。で、じゃあどれぐらいそれが大事かというのをいくつか例をお示ししたいと思います。で、例えばですね、今日の、メインの話であるタンパク質とリガンドの、相互作用というのを見たときにですね、これはエストロゲン受容体というものの例なんですけれども、例えばハートリフォックで電子相関なしの計算をしましたと。で、右側は MP2 で電子相関を取り込みました。それがどう違いますかということなんですけれども、これ黄色がリガンドの化合物ですね。で、周りにたくさんアミノ酸がいるんですね。で、相互作用しているものを分かりやすいようにこうスティック表示しています。で、ですね、黄色に対してアトラクティブな安定な相互作用をしている、1キロカロリーパーモル以上の安定な相互作用をしているものを、赤く示しています。一方で反発、1キロカロリーパーモル以上強く反発している、フラグメントあるいはアミノ酸残基を青で表示しています。そうするとハートリフォックでやるとですね、少しいくつか安定な、すいません、これ残基はですね、素水アミノ酸残基です。つまり水素結合するのは極性とか荷電のものが多いんですけれども、素水的な、つまり CHπ とか ππ が大事な、残基との相互作用だけを注目して見ています。で、ハートリフォックではですね、いくつか弱い安定化している残基があるかなという程度で、一方で不安定なリパルジョンです、つまり反発しているものが結構周りにいっぱいいるんですね。なんですけれども、 MP2 できちんと分散力を考慮することによって、周りに非常にたくさんの安定な素水性アミノ酸残基に囲まれているということが分かります。で、リパルシブなものがいるかというといないんですね。ですので、ポケットの中のですね、小さな相互作用の重ね合わせを、非常に精密に解きたいときには、きちんと分散力を考慮した電子相関込みの計算をしなければ、定性的にも出てこないということがこれでわかると思います。実際にですね、値としてもですね、倍ぐらいの安定化が違ってきます。これは水素結合とかをちゃんと含めた場合でもですね、全体として倍ぐらいの安定化の違いがあります。
で、まあ、他にも、まあ、いくつか例があるんですけれども、じゃあ構造を動かすとどうなるか、同じことなんですけれども考えます。例えばこれトリプケージというトリプトファンというアロマティックな疎水的な残基の周りをアロマティックなペプチドがくるんでいるというようなペプチドですけれども、 NMR の構造が出てます。こういった感じでパッキングしているわけですね。でそれをハートリーフォックレベルで構造最適化するとどうなるかっていうのを見ますと、ここのですね、CH パイの結合がだんだん離れていって非常に薄いんですけれども、もともとこの距離がですね、 CH パイ距離が 2.74 オングストロームだったのがですね、ハートルフォークで 3.12 ぐらいまでだんだん離れていっちゃうんですね。まあ、当然反発してるわけですからだんだん離れていくんですね。で一方で MP2 だとですね、それがまあ 2.8485 ということで、まあ、大体似たようなところに、まあ、落ち着いて安定な構造が得られるということで、構造を動かした時にもですね、MP2 の技術が大事であるということが分かります。で、他にもですね、まあ、DNA のスタッキング、こういったものも非常にそのアロマティックな系だということがよく言われてますけれども、例えばこの DNA ですね、まあ、はしご構造をですね、まあ、簡易的に書くとこんな感じになりまして、まあ、横のインターストランド の相互作用、まあ、ワトソクリックのいわゆる水素結合ですねが大事だということはもちろん分かってますけれども、縦ですか、このイントラストランドの、スタッキングの相互作用っていうのも非常に大事なんですけれども、ここのスタッキングの部分にやはり分散力の記述が必要です。これパイパイとか CH パイですから、ね、で例えばですね、水中 の先ほどの構図とちょっと違って、こういうタンパク DNA の複合体の、これは計算結果なんですけど、ちょっと昔の例なんですけれども、ここの DNA の中の相互作用を見たときにどうなるかというのをちょっとご説明しますと、左が、ハートルフォークでやった場合です。で右が MP2 でやった場合です。でこれがそのパイパイのスタッキングのエネルギーの安定性を見ています。そうするとですね、まあ位置、スタッキングの位置がずっとあるんですけれども、まあ、その位置に、まあ、よらすというかですね、ここのスタッキングは反発します。ハートルフォークではそれに対して MP2 ではきちんと、まあ、安定化するということが見えてますので、こういうパイパイスタッキングに対してもやはり電子相関の扱いが非常に重要だということが分かります。ということでですね、まあ、ここまで説明すると電子相関をちゃんとやらなきゃいけないというのがお分かりいただけると思うんですけど、まあ、そういった適切な方法で計算していただければよろしいかと思います。でここまでがですね、大体方法の話 でこの先はですね、その FMO に基づいて、まあ、相互作用解析をするという時の解析法がいくつかあるんですけれども、それについて、まあ、ご説明したいと思います。はい、ですね、はい、でまず一番大事なのがこのフラグメント間の相互作用エネルギー、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、そこの部分ですね、 IFE と言っています。インターフラグメントインタラクションエナジー、あるいはペアインタラクションエナジーで PIE という使い方もします。でこれが、フラグメント単位の相互作用なので2体の相互作用 の解析ということになります。これを使ってですね、非常にいろんなさまざまなですね、相互作用に広く、まあ、使われています。で、解析の仕方としてはですね、実際にこの先ほどもちょっと示したような、まあ、立体表示ですね、構造に、まあ、色付けしてですね、相互作用を見るような、まあ、やり方と、あと IFE マップといっている、まあ、二次元マップとか、あとはエネルギーの成分に分割する方法とか、これは先ほどの多体ですね、まあ、そういったものがあります。でこれが IFE ベースのエネルギーベースの話です。でさらにですね、もっと細かく 見たいときにはですね、軌道のレベル、分子軌道のレベルで、まあ、相互作用解析することもできます。2つ今のところありまして、カフィという、ですね、電荷移動あるいは分極の相互作用を軌道レベルで、まあ、やるようなものと、あとフィルムといった分散相互作用を軌道レベルで見ると、こういった2つがあります。これは順番に、まあ、ご紹介したいと思います。で、ですね、最初の頃はですね、IFE のエネルギー解析を非常に使っていろいろやることが多かったんですけど、最近はですね、PIDAっていう、相互作用エネルギーを使うことが多くなってます。失礼します。でこれ何かというとですね、PIDAって読むんですけど、ペアインタラクションエナジーデコンポジションアナリシスということで、エネルギー成分の分割法です。でこれはですね、もともとやはり北浦先生が北浦モルクマのエナジーデコンポジションアナリシスという非常に有名なエネルギー分割法があるんですけれどもですね、これを FMO に焼き直してですね、相互作用の IFE の成分をさらに分けますと、
いうことをやってます。で、実際にはエネルギーがですね、静電相互作用と、交換反発、あるいは電荷移動、あるいは分散力、まあ、この4つに分けるというもので、ハートリー・フォックのエネルギーをですね、上の3つにしてですね、分散エネルギーというのは相関エネルギーとイコールであるというふうに仮定をしてですね、先ほどの、まあ、鉛筆だったり3つのエネルギーそのものが DI になりまして、ハートリー・フォックエネルギーがまあ3つに分かれるということになります。これはもともとのエナジーデコンポジションアナリシスでは分子間の分子 A と分子 B の相互作用をこういう軌道レベルでやったものなんですけれども、これをモレキュールをですねフラグメントに見立てて、まあこの間に結合ありますけど適切に処理してですねフラグメント間の相互作用としてエネルギー成分に分けるというような考え方でやっております。で、最初まあゲームスにその北浦先生とフェドロフさんが入れまして、まあ、いくつかの事例もあったということでなんですけれども、アブインテンピーでもですね今はそのみずほ情報総研さんが出されているバージョンと、あとは今公開準備をしているバージョンに実装されてまして、次の公開版には入る予定になってます。でこれを使うとですね相互作用エネルギーでも定量的で非常に良かったんですけれども、それを今度成分に分けて、まあ、性質ですね、相互作用の性質まで考えながら設計デザインなどに役立てることができるというようなメリットがあるので、今は非常にこれをよく使っています。で、実際にどんな感じで分かれてくるのかというこれ可視化なんですけども、トータルの IFE がこれで、これはIFEの可視化のところですね。先ほどもちょっと示したんですけど、この黄色の部分に対して赤が安定化、青が不安定化の、まあ、エネルギーでフラグメントごとに色付けすることができます。そうすることで、まあ、立体的な位置関係 と、相互作用のエネルギー関係を把握することができるんですけども、これだったらマイナス5キロカロリーパーモルからプラス5キロカロリーパーモルのレンジでですね、色付けしているということになります。で、パイダで分けるとですね、静電力と交換反発力と電荷移動と、まあ、分散力が分かれるので、まあ、それぞれの、フラグメントがですね、成分が何かというのを見ることができますね。はい。で、メインコンポーネントは何かというと、各フラグメントがどの成分メインで、相互作用しているかというのを見ることができまして、例えばこれリガンドだったらですね、この辺にいる残基はですね、これステロイドなんですけども、ステロイド の、 使用性の部分に関しては、まあ、分散力メインで結合していまして、端っこのですね、フェノールとか、まあ、水酸基がついている部分に関してはエレクトロスタティックメインで結合しているというようなことを見ることができます。で、その他他にも解析法いろいろあるんですけれども、例えば IFE もマップ表示、二次元マップですね、することができます。例えばフラグメントの数が N だったとすると、まあ、N×N のマトリックスが相互作用マトリックスっていうのが得られて、まあ、それ、I 対 J は J 対 I で同じなので、トライアングルの相互作用が出てきます。まあ、それをこうやって、まあ、網羅的に見ることができるんですね。で例えばこの場合ですと、これもバイオステーションビューアーに入ってるんですけども、赤が安定で青が不安定ですね。本当はですね、まあ、トライアングルなんですけど安定と不安定を分けて見た方が考えやすいので、赤と青に分けて見てます。でそうするとちょっと面白いのがですね、二次構造とかと関係してですね、例えばそのアルファヘリックスはよくディスタンスマトリックスで、アルファヘリックスはこの対角線に平行して出てくる模様が出てくるっていうのがあるんですけども、これ同じで、例えばアルファヘリックスでしたら、まあ、何残基かごとにですね、残基だったら4残基で、フラグメントだったら3残基なんですけど、先ほどのズレ問題で水素結合がヘリックス内の水素結合がありますので、非常にこの対角線に沿った形でアルファヘリックスの相互作用を見ることができます。で一方でベータシートに関してはですね、これもディスタンスマトリックスと同じで、まあ、行って帰ってくる相互作用ですので、こういう対角線に、直角な感じの、相互作用のマップが出てきます。ですのでタンパク質の二次構造などを見ることができます。でさらにですね、差を取るとこの安定性を見ることができまして、サマップ、これはサマップも確保できるんですけれども、例えば結合によってヘリックス自体が安定化したとか、シートが不安定化したとか、なんかそんなことをですね、差を取ることで分かります。例えばこれだったら、先ほどのアルファヘリックスがありましたけど、これはタンパクと
確か DNA かな、タンパクと DNA が結合した時に、結合する前と結合した後の差を取ったものなんですけれども、青がですね不安定化したヘリックスで、赤が結合によってより安定化したヘリックスというのを、まあ、見ることができて、まあ、そういったその二次構造と安定性の関係なんかも見ることができるというものです。でさらにですね、まだ他にあるんですけど、解析表がビスカーナというのがですね、これはちょっと思考が違って、やはりアイフィーあるいはパイダに基づいているんですけれども、まあ、タンパクリガンド相互作用の、まあ、クラスター解析をする方法です。これも2006年にアマリさんたちが開発された、方法なんですけど、まあ、要するにアイフィーとかパイダでタンパク質の各アミノ酸残基と、まあ、リガンドとの間の相互作用が網羅的に出てくるわけですね。でその相互作用のパターンを使ってですね、リガンドの類似性を分類しようというような発想です。でここでディスタンスマトリックスというのを定義するんですけれども、ですね、化合物に IJKL という、化合物 IJ 間の非類似度 IJ をリガンド分子アミノ酸残基の IV の差から計算ということで、この場合ちょっとインデックスが怪しいんですけれども、そうですね、 K がすいません IJ が化合物で、K がこの場合はアミノ酸残基ですね。アミノ酸残基が1番から N 番まであったときに、そのアミノ酸残基と化合物 I、 同じアミノ酸残基と化合物 J の、 相互作用エネルギーの距離というものを定義しまして、その相互作用距離からですね、相互作用パターンを分析するということです。まあ、ちょっと説明しても分かりにくいんで、実際に事例をお示ししたいと思うんですけど、これもエストロゲン受容体と、31種のリガンド化合物との間のビスカーナ解析をしたもので、縦軸がですね、リガンドです。今の場合31種類ありますので、31種類名前がついてます。でここの色分けがですね、結合エネルギーに相当するものです。濃い赤が、強い安定化の結合エネルギーで、青が、不安定化結合エネルギーしてます。で横軸がですね、アミノ酸残基です。まあ、フラグメントなんですけれども、でここの一マス一マスがですね、化合物とそこのアミノ酸残基との間の相互作用エネルギー、まあ、アイフィーが入ります。でそれをずっとマッピングしてクラスタリングしますと、相互作用に似たもの同士の化合物が集まってくるわけですね。で今 ABCD っていうクラスターができました。でそのクラスターごとにですね、ABC しか書いてないんですけれども失礼しました。化合物をちょっと重ねてみるんですけれども、非常によく重なることが分かります。で A クラスターと B クラスター C がありまして、この C は結構違うなっていうのは形的にも分かると思うんですけれども、 A と B は結構似てるわけですね。似てるけど違うクラスターに分類されてるわけです。で何が違うんだろうと思って見てみるとですね、ここをですね、ここの模様が違うことが分かりいただけると思うんです。ここの赤い模様、つまり安定な相互作用があるのが A クラスターで、ないのが B です。でここはですね、この場合はメチオニンの522なんですけれども、構造でいうとここですね、あすいません、あこれはどうするんだっけ、はい、ここですね、ここのメチオニンとの間の相互作用あるのが A クラスターで、ないのが B です。これは構造を見ただけではなかなか分からなくて、やはり相互作用エネルギーの解析までしてやっと分かるというようなことになってます。はい、で、ここまでが IFE ベースの解析法で、この後はですね、軌道分子軌道レベルの解析法を2つ、ご紹介したいと思います。で1つ目がですね、カフィーというコンフィグレーションアナリシスフォーフラグメントインタラクションというものでですね、電荷移動の相互作用を、まあ、解析できるというものです。ですね、これも、まあ、ちょっといろいろ書いてあるんですけども、考え方としてはですね、フラグメントの A がありますと、でフラグメントの B があります。でフラグメントのモノマーを解いた時にはその中に電子が詰まってるわけですね。でモノマーの時にはその中だけにいた電子がダイマーの計算をすると馴染むわけですね。で相手のフラグメントに行く電子がいると、でそういう電子が A から B に移ったものは、A から B へのエレクトロンのトランスファーですね、チャージトランスファーと言いますけれども、まあ、逆向きなんですけど、チャージトランスファーであり、 B フラグメントから A フラグメントに移った電子は B から A の電子移動ということで、まあ、その移動分を考えることで、ですね、軌道分子軌道レベルで電荷移動の相互作用を見ます。でこれをやることでですね、非常にその水素結合を介した電荷移動、そういったようなものが電子レベルで
分子軌道レベルで明らかになるということになります。はい、そうですね、これ1ページしかないですね、はい。そうするとですね、ちょっと例が小さくて申し訳ないんですけども、例えばですね、この水素結合、これはですね、多分ペプチドの、あの分子内の、例えばヘリックスの間 の、 あの水素結合とかなんですけれども、こんな軌道の形でですね、非常に薄くて申し訳ないんですけど、このまあローンペア軌道からこっちのシグマスターの軌道に、まあ電子が移って、これ青赤青から緑黄色に電子が移るっていう見方をするんですけども、こういうですね、あの水素結合の時の電子 の、 あの動きみたいなものを、あの見ることができます。はい、あともう一つはあのフィルムっていうもので、先ほどのがチャージトランスファーに対して、こっちは CHπ とか ππ なんですけれども、ローカル MP2 に基づいたまあフィルム解析ということでですね、これも2007年ですね、石川先生たちがあの出された方法なんですけど、普通 の、 あの MP2 計算、あるいはまあローカル MP2 いいんですけれども、先ほどのようにですね、まあコレレーションエナジーっていうのは、ハートリーフォックと、まあ、すいません、ハートリーフォックエナジーと MP2 エナジーを出すことで、これ逆かな、コリレーション込みのエネルギーが出てくるっていうのは、先ほどあの MP2 のところでやったものと同じなんですけど、普通 の、 あのカノニカルな MP2 の時には、こんな形でですね、あの最初の全体のエネルギーの値と、あの計算式と同じですよね、モノマー と、ダイマーのエネルギー差で、あのデルタの、MP2 っていうのを出すんですけれども、この極材化の MP2 ではですね、エネルギーの標識をですね、あの相互作用のこの E って書いた、I と I フラグメントと J フラグメントの間の、ペアの相関エネルギーをずっと足し合わせることで全体の、相関エネルギーを出すというような方法で、これを使うと、この極材化軌道にベースの MP2 法を使うと、その軌道レベルの相互作用解析ができると。あの先ほどあの分散力っていうのはカロレーションエナジーだっていうふうに言いましたけれども、まあ、そこが軌道レベルでできるということで、ちょっとなかなか分かんないかもしれないので、こんな感じで出てきますっていうのをちょっとお示ししたんですけれども、これフィルム解析の結果ですね。例えば、ベンゼン環同士の CHπ、縦型の T 型の ππ とも言われているあの相互作用なんですけれども、まあ、こんな形でですね、あのこちら側のアロマティックリングの、軌道 π 電子からですね、こちらの CHπ の、CH の軌道、ここのところに、すいません、向きはないんですね、ここの π と、ここの CH が、分散相互作用をしていますと、エネルギーはこれだけですっていうのがいっぱい全ての組み合わせについて出てきまして、でこちら側の CH に対しても CHπ の、相互作用を軌道レベルでしてますとか、まあ、ππ の相互作用はまあそんなに強くないんですけども、あのこんな感じたちでしてますとか、こういうのがですね、全部 の、 あの軌道の絵で出てくるということで、非常に精密な解析ができます。でこれはあのよくあの組み合わせで使うのがですね、あの CHπ の相互作用解析っていうことで、このスライドの面がそっちになっちゃってるんですけども、あの CHπ とフィルム、今フィルムが軌道ですね、あの CHπ っていうのもあるんです。でこれはちょっと話がずれますけれども、梅沢先生、西尾先生、あの CHπ 提唱された、まあ、西尾先生たちがですね、あの構造からですね、あの CHπ の結合があるとかないとか、どれぐらいだとかっていうのをあの評価するプログラムがあるんですね。でそれをあのバイオステーションビューバーの方で、まあ、使えるようになってまして、それを使って、見ながら CHπ の場所を確認しながら、こういう軌道相互作用解析するというような使い方をしています。例えば先ほど、これですね、こっちの例ではあの、CHπ をやるとですね、PDB の構造だけを使って、まあ、ここのピンクの点線のところに、あ、ちょっと見えにくいと思うんですけども、ピンクの点線のところにですね、CHπ 相互作用がありそうだっていうのを出してくれるんですけども、まあ、そこであの大体押さえておいてですね、実際にこういう詳細解析をすると、まあ、こういった描像が見えてくるというようなことで使います。で実際に、ここのエネルギーを集積するとですね、まあ、大体 3.5 キロカロリーパーモルの安定化で CHπ が起こっているということが分かりました。はい、で他にもですね、グリッドデータ解析ということで、電子密度が全部出てきますから、電子密度の分布を書いたり、まあ、静電ポテンシャルマップを書いたり、フラグメントごとの分子軌道を書いたり、まあ、そういったことを行うことが可能です。で例えばこの場合、今日のタンパクリガンド系の話です と、結合ですね、タンパク質に化合物が結合する前と結合する後の、まあ、電子密度の差をマッピングすることができます。でこれも非常に薄いんですけれども、
ここですね、やっぱり赤と青で薄くなった部分と濃くなった部分を表現しているんですけど、この真ん中にあるのがリガンドなんですけれども、リガンドがタンパク質に結合することによってですね、こういうこの水素結合をしているところの電子密度の濃さが変わります。まあ、そういったものをグリッドデータとして表現見ることもできるということです。はい。で、ここまでにですね、いろんな相互作用解析法をご説明しました。で、別にこれは絶対こういうふうにしなさいということではないんですけど、使い方としてはですね、例えばその IFE で全体的なエネルギーを解析して、で、パイダで、今これ一緒にやっちゃってますけど、パイダで、成分ごと の解析をしてですね、それでもうちょっと詳しく見たいなということがあればですね、軌道レベル のカフィーとかフィルムとかそういった解析をすることで非常に精密な計算をすることができるというようなものです。はい。